どうも皆さん、今日は我が家のサンピオンズたちにパパイヤ味の栄養補給剤を与える様子をお届けします。栄養補給剤とはいえパパイヤ味で甘いのでみんな大好きなんですね。なのでその時間になるとこんな風にですね、もう群がってきちゃいます。手前のニピョンズたちが今平安歩中でして、中にいるのはトニーです。で、一番年上なので年上から順番にですね、こういうのをあげていくんですね。お世話していくんですね。はい、トニーちゃんも大好きです。もうペロペロおいちおいちと言いながらね食べます。この栄養補給剤は胃腸の働きを助けるためのものでして、ウサギさんがどれだけね自分の毛を舐めてもちゃんとうんちとして出せるように、それをサポートするためのものです。毎日1日1回あげてます。あらおかわりを要求してますね。まだ食べますってね、閉じられないようにしてます。でもダメです、もう終わりです。お兄ちゃん、はい、おしまい。じゃあ次ピーターの番です。黒い子がピーターで、手前のオレンジがペッパーです。はい、ピーターの番だよ。ピーターはね、もう甘いものに目がないのでものすごい勢いで舐めてるでしょ。で、この子はね、舐めるだけじゃなくて最後の方噛むんですよ。指噛んじゃいます。結構痛いんですよ。このウサギさんの前歯で噛まれるのは結構痛いです。もうハサミで切られてるので同じようなイメージです。舐めてます。痛っ。舐めてますね。舐めてるけど痛っ。あ、そう、噛んでくるんですよね。最後の方必ず噛みます。さあ、ピーターも終わりだよ。あら、出てきちゃった。あらピーターもおかわりを要求してます。もうみんな大好きでしょ。こんな風にね、必ずねおかわりを要求してくるんですよ。まあ、トニーちゃんもあの柵の中にいますけど要求してますよね。ああ、ピーターの要求はすごいね、降りませんね。上げてる側もね困ってますよね。降りてどうしようみたいな感じです。無理やり突き落とすわけにもいかないしね。降りて結構体重かけてね、降りられないようにしてるんですよ。かわいいでしょ、なかなか。はい、ペッパーお待たせ。あら、逃げるね。ペッパーもなかなか自由人なんでね、抱っこされるのあんま好きじゃないんですね。はい、小さいお口でペロペロ。後ろでね、ピーターは水を飲み始めました。まあ、甘いもの飲んだ後はちょっとお口直しが必要だよね。二人してペロペロしてます。はい。ペッパーはね、舐め方すごい上手ですね。指噛んだりしないです。はい、よかったね。美味しかったね。ごちそうさまだね。美味しかった。おかわりの要求するかな？はい。おかわりの、あ、カメラに向かって。おかわりないの？A2E チャンネルではガチたちの可愛い動画どんどん配信していきます。チャンネル登録よろしくお願いします。ペコリ。